引っ越しして、何日目かな。まあちょっと出張行ってたんですけど、まあ帰ってきて、洗濯機も届きました。日立の、この白い約束っていう、これはな、何リットル、何キロ？7キロです。こんな感じ。最近の、いや、僕10年ぶりに洗濯機を買ったんですけど、今って何？ゴミを取るやつ？ゴミを集めるところ？そのフィルターのやつがこうなってて、なんかポケットみたいになってるんじゃないんですね。布って、なんていうのかな？なんて言ったらいいのかな？なんか袋がふわっとなってる感じのじゃなくて、こういうのがついてて、フィルターの取り替え不要みたいな。これ糸くずフィルターって言って、この、なんていうの、網の部分を取り替える必要がないように、最近ではなってるって言ってました。ちょっとこの、マンションが古いタイプなんで、ここちょっと、こう縦に入らなかったんですよね。なので、横にして、頑張って入れてみました。多分、ここも、これでいいのかな。ちょっとひねってみます。怖いな、これ。ちょっと待ってよ。固く締めて。ちょっと洗濯物を少し入れて回してみようと思います。肝心な、コンセント、アース、これちょっと今忘れてたんですけど、これも、差し終わりました。それでは洗濯物を入れていきましょう。上着だけにします。下着とか入れたらちょっと見てる人が気持ち悪いと思うので、上着だけちょっと入れていきます。結構入りますね、これ。僕が使ってたのは前は6キロか5.5とか5とか、まあ、なんかすごい小さいの使ってたんですけど、少し広くなりました。一人暮らし用ではもう7ぐらいでちょうどいいのかな。まあ、パンパンに入れたらちょっと洗濯物が動かないので、中で、動くように、これぐらいで大丈夫かな。それではちょっと洗剤を入れて動かしていきましょう。どんな動きするんだろう。あ、製造年2017年、今年のやつか。新しいですね。型落ちじゃないのか、そういうのよくわかんないんですけど、まあ新しい型ですね。期待してます。と、水の量とか洗剤の量はとりあえずマックスかな。標準、洗濯コースは標準。あ、今日雨だから、あ、まあいいか。まあちょっととりあえず入れます。まずは、ワイドハイター EX パワー。漂白剤ですね、これを。白いシャツの襟元に、ちょっと、かけちゃいます。それとナノックスです。スーパーナノックス、これ大きいサイズのが出てました。これで、一般タイプ、の6点6キロタイプまでしかないのか。7なので、ちょっと多めに入れればいいのか。よし、入れましょう。それともう一つ、今、まだ6キロ分しか洗剤入ってないので、ブレンドします。部屋干しになるので、部屋干しトップ。これで生乾きの嫌な匂いを防ぎます。部屋干しになるとちょっとその恐れがあるので、これがあるとちょっと安心。ブレンド。
もう今なので3種類入ってます。まあ、漂白剤はまあ別に洗剤として考えなければ2種類ですけど。さあ、行きましょう。電源入りました。もう、ここはひねってる。次。いつもの使い方でいいのかな？水の量。ん？ちょっと待ってよ。水の量を。ああ、そういうことか。点灯にし、にするのか。点滅だと50。点灯が57。あと、洗いが9分、すすぎ2回。脱水6分。これ関係ないね。お湯取り。これ、風邪で結構、脱水乾燥してくれるやつか。これするとでも、シワがめっちゃつくんじゃないか。ずーっと脱水し、あ、でも風邪脱水ってちょっとそれとは違うのかな。脱水を長くやればやるほど、シワがつくからね、本当に。あれ、ちょっと、普通の脱水でいい。あ、便利。部屋干しとかあるのか。洗濯コースは、まあ、標準でいいでしょう。で、スタートボタンかな。来るか？閉めないとダメなのかな？ちょっと見てみたい。水がちゃんと出てくれるか。閉めないとダメ？閉めてみようか、一回。回ってるところが見たい。閉めないとダメなのかな。閉めるとなんか表示が変わるの。あ、動き出した。ちょっと開けてみていいかな。開けたら止まる？いや、止まらない。あ、開けたら止まるのか。見たいのに。ダメか。あ、でもまあこれも安全上のためなのかな。うわ、見たい。回ってるところが一番楽しいのに。見せてくれないのか、日立。でもまあ、いいか。いやー、洗濯機新しくてよか、新しくしてよかったかも。ちょっと大きめになったから、1週間貯めても、まあなんとかいける。まあ今までのは3回、4回回してたんで、まあめんどくさかったんですけど、これなら1週間貯めても2回ぐらいで終わりそうですね。洗濯終わりました。ちょっと開けてみます。まあいつも通り。違うね。違いますね。何が違う？前の使ってた洗濯機は、こうなんていうの？脱水が終わって、ギュッてビターってくっついて、もうギュウギュウに絡まってたのに、これ、ふわふわ。なんかもう一つ一つが取れる。ふわふわに。ほぐれてる。最近の洗濯機って、こんなに便利に？何？すごい進化してる。なんか、全然脱水しただけなんで、今から乾かすから、これ脱水したのみ、乾燥してはないけど、一つ一つが独立してふわっとしてる。すごいな、これ。どこだっけ？日立。白い約束。
ちょっとこれすごい、一人暮らし用のサイズですけど、もうこれ超おすすめです。一人暮らし、大学生、社会人、一人暮らしする人にはこれちょっとおすすめの洗濯機です。ちょっとチェックしてみてください。いくらしたかな？ 4 万ぐらいかな？ 4 万、5万、それぐらいだったと思います。ということで、新しい洗濯機の紹介でした。おやすみなさい。